しもあなたと会えずにいたら私は何をしてたでしょうか。平凡だけど誰かを愛し普通の暮らししてたでしょうか。時の流れに身を任せ、あなたの色に染められ、一度の愛せない。どうもありがとうございました。鎌田瞭さんに歌っていただきました。ありがとうございます。